だからその喋りながらゲームをするっていうのが難しいんだな。エロゲーなら無言でいいよ。お前それ人がやってるエロゲー見て楽しいか。自分でクリアしろよ。エロゲーくらい。反応見るのが楽しい。エロゲーの反応？エロゲーの反応ってどういうことだよ。エロシーンでの反応見たいんでしょ。ああ、そういうことか。まあ普通にキモいな。それが癖ならしょうがないし。まあ気持ちがわからんでもないがな。そういうエッチなシーンで自分の推しがキャーキャーワーワーなってるの見て、まあそれでしこって満足するみたいな。まあわからんこともないが。LINE 超えてないんだ。何の LINE だよ。あれか、お前ら童貞だからそういう言葉でも反応しちゃう系か。はーん。あ、そういうな。そういうちょっとしたセンシティブワードでも、ああ、そういう風に慌てちゃうんだ。かわいそうだな、童貞って。